うっす、どうも。6月5日だね。今日もいつも通りビデオブログ撮っていこうかなって感じです。はい。最近はですね、ザ・リッパーね、ちょっとこれ、気休め程度に購入してみました。効果のほどはというとですね、ぶっちゃけわかんないですね。はい。みんなすごいこれは効くってよく言ってるけど、ぶっちゃけよくわかんないですね。で、ここ最近睡眠時間がもうやばすぎて、昨日も3時間ぐらいしか寝てなくて、はい、ちょっと夜の様子はこちらで。昨日まではかなりローカロリーで過ごしていたので、今日はちょっとご褒美というわけで、カーブをですね、ちょっと増やしてやっていこうかなと思います。ローカロリーの中でもちょっとハイカーブデーですね、今日は。そこまでめちゃくちゃ食べないんですけど、はい、隠す。で、髪の色がね、だいぶ抜けてたんで、今日はちょっと色入れようかなと思います。これプロテインシェーカーみたいだね。はい、こんな感じで。いけてるね。はい、ビフォーアフター。はい。自分結構掃除好きですね。掃除すると本当心が穏やかになりますよね。どうでもいいんですけど、はい。原料ノートですね。はい。書いてます。原料ノートね、結構大事。今回の失敗をですね、活かせるというわけで、次の原料。はい。ハエなペースが、で、これ型取りなんですけど、午前中が、ちょっとこれ新しい取り組みで、午前中が、リア、フロント。そして、午後にサイドのみという。片付けしの日ですね。はい。これね、結構良かった。すごい集中できて、すごい良かったですね、このダブルスプリットは。はい。自分ね、基本的に土曜日、ちょっとカロリー上げるんで、そういう日はもう、ここぞとばかりに、強度の高い筋トレしたろうかと思って、ダブルスプリットでやってます。はい。筋トレ警察の人から言わせると、強度が高いとダブルスプリットは別の問題ですよっていうコメントが来そうなんですけど、そうですね。少し話は戻るんですけど、ね、ほんと今回は減量のペース配分を本当にミスってしまって、とてつもなく反省しております。なので、ほんと減量ノートを次に活かせるといいなって感じですね。で、これね、最近自分がハマってる、めっちゃ踏ん張れるんですよ。この T シャツとか、服をね、こう噛み締めながら、ふーん、出るやつね。ちょっと黙ってますね。本当ね、ちょっと動くともうすぐだるいんですよね。精神的にはめちゃくちゃ今燃えてるんですよ。もうやる気満々。もうモチベーションもバチバチあるんですけど、体が言うことを聞かないというか、すぐね、疲れるというか、倦怠感がすごくて、ちょっと動くともう立ってられなくなっちゃうっていうね。最近はそんな感じですね。はい。で、今日の昼ご飯はこの干し芋。これがね、本当にマジでうまいんだよね。はい、覚醒。この後ね、100円ローソン行きました。目的は、100円ローソンの干し芋です。これが 70g なんですよ。これちょうどよくて、量的に。これをね、もう爆買いしときました。で、その後、有酸素行って、近所の、子供たちとドッジボールすることになりました。はい。で、筋トレ YouTuber あるあるかもしれないけど、大会前はとにかくね、もう編集ですよ。はい。でも、トレ前にこれ、もうここぞとばかりにカーブを取りました。マジで幸せだった、これは。ね、本当にあとこれ胸肉食ってますね。はい。うまいよスーね。パーで何か買そっしててきた。YouTube 撮影をしての、
はい、午後の筋トレでございます。で、先ほど言っていたように、まあ、肩のサイドですね。はい。皆さんも知っての通り、自分最近ね、動画の更新頻度を非常に上げて頑張っております。で、YouTube、Instagram、もう様々なね、もう応援のコメントとか、アドバイスですとか、励ましのお言葉をいただきます。ほんとそれがね、前も言ったけど、心の支えになっていて、まあほんと無視してるわけではないんですけど、なかなかですね、忙しすぎて、なかなか返信まで気が回らないので、まあこういうアフレコ中にですね、コメントを抜粋して、ちょっと返信というかですね、お答えをしていただいております。やっぱり今度からはコーチングしてもらった方がいいのか。まあね、そうですよね。それはね、うん、確かに考えたことはあります。ただね、誰に頼もうか、悩むところですよね。筋量残そうとしすぎて甘くなる。絞りが間に合わず摂取カロリー落とすと、がっつり筋量持ってかれる。ありがちな失敗例だね。ほんとこれ。もうこれですよね。うん。ほんとね、減量のペース配分。ほんと大事。ペース配分が大事ですね。分かってたけど分かってなかった。子育てして動画編集して、大会の準備もしてるなんて、怠け者オーバーオールチャンピオンの前には相当無理な努力量や笑い。ありがとうございます。まあね、本当、まあ、努力しかできないんで、もう自分、もう才能もないし、本当に元々がめちゃくちゃひょろひょろ。まあ今もひょろいけど、もうね、昔の自分知ってる人からすると、誰って感じなんですよ。マジで、スタートがもう細すぎて。そう、だからもう努力するしかないんですよ。はい。まあちょっと尺的にこの辺で終わります。ありがとうございます。で、今はポージング練習していて、これね、スマホでちょっと斜め下ぐらいから撮って後で見直してるんですよ。これがね、めちゃくちゃ大事ですね。鏡見るとどうしてもね、鏡見ながらフォーム修正しちゃう。で、その場はいいんですけど、これ全然直ってない。スマホで撮って後で見直してっていうのをめちゃくちゃ繰り返すと、なんか良くなってくるんですよ。バックポーズとかもろそうですよ。で、よく大会の映像とか、やっぱり僕らよく見るじゃないですか。フィジークのなんかこう、YouTuber の映像とか、見ますよね。うん。でもね、それでよく見るのが、バックポーズで、すごい肩甲骨を寄せちゃってる悪い例みたいな、見るじゃないですか。それね、なっちゃうんですよ。びっくりした自分も。スマホ撮ってバックポーズ、もう広げ切ってるつもりだったのに、寄せちゃってたのね。力入りすぎて。全然寄ってるじゃんって。肩甲骨寄せちゃって潰れちゃってるじゃんみたいな。これ残念なやつやん、よく見るっていう。わかんないもんなんですよね。やっぱりね。やっぱね、ポージングも大事ですよね。はい。まあ本当ね、いつもいつも動画、最後まで見てくださって本当にありがとうございます。そろそろ終わるんですが、もう残り2週間、何が何でももう絞り切ります。もう、なんて言うんだろう。途中でね、欠場しようかなとか、ちょっと考えたことあったんですけど、まあもうここまで来たらちょっとやり切ってみようかなって。これもいい経験になるかもしれない。こういう今、やってる減量っていうのはとてもじゃないけど人の参考にはならないと思うんですが、自分の今後の参考にはなると信じて、頑張っています。ちょっと真面目なこと言っちゃった。じゃあね。